です。ボーカルアイでーす。ベースのコースです。ドラム直樹です。ニューシングル、アルーア、発売しましたね。発売しました。そして、ベストアルバム、ディケイド、もう発売しますかね。ね。今回その話をちょっと、彼らに向かってしようと思うんですけども、まあアルーアも、メスアルバムも、まあ結構同時進行だったじゃないですか、はい、結構、なんだろうな、なんかレコーディングの話とか記憶にある限りでいいんですけども、嘘でもいいんですけど、なんかないですかね。ベースのレコーディングで、まあ、アルバムとか、まあ、撮り直しの曲とかあったりとか、まあ、レコーディングしていって、まあ、その新曲、ディケールは、まあ、次の日にやろうかなって、録音するんですよ。うん、そしたらもう、できるよっていう状態で、その場で即席でフレーズを作ったみたいな。そうだね。結構、まあ、勢い一発ではないけど、いい感じにいけそうっていう雰囲気だったから。やっちゃったっていう、やっちゃったそのままの森やっちゃったです。他に何かあります？これ俺言っときたいぜってことがあったらもう何でも言ってくれて構わない。ない。あ、レコーディングの時トイレに行きたいの我慢しました。そうだったの。はい。あ、そうなの。それ言ってくれればよかった。そうだったっけ。ドラムはなんかあったかな。今思えば思えばなんかドラムの下にかっこいい絨毯が引いたかな。ああ、引いたったね、レコースタイルね。それがなんかよかったな。ああ、そう。あそこだけ見るとなんか海外のレコーディングスタジオっぽいね。ああ、そう。なんか偉そうな感じ。俺なんだろうな、あれだよね、ドラム、そのベストアルバムのレコーディングしてる時に、はい、俺隣のブースで歌ったじゃない。そうだね。そう。で、あの新曲のね、ディケードをね、歌って出てってボロボロ泣きながら。なんかもういつもなんか果ててました、ね。果ててたな。ボロボロ泣いたの恥ずかしかった。普通にどんどん言われる。まあそんな感じで、なんだろうね、素敵な作品に出来上がったなと思うんで、ぜひぜひ、もう国境とか構わず、もう全世界共通でいいものがいいっていうものを信じてやってきたんで、よろしくお願いします。はい、ということで今回ヨーロッパのファン、デスゲーズ大好きだっていう人たちからのアンケートが届いてるんで、ちょっと答えていただきたいなと思います。まずドイツの人、ペンネームルーカス。ルーカス、2003年の結成から波乱万丈を得て10年を得たわけですが、今までの経験が作る音楽にも影響を与えていると思いますか。まあちょっと、これ翻訳してなんで、なんかちょっとなんだろうな、文章が微妙になってますけども、要は10年間で経験してものがどんどん音楽として出るかどうなんだとは思いますけど、思いますか。まあそれはそうですね。いろいろと、まあなんだろう、なんですかね、ダメだと思いますか。改善してたりとか、わかりますか、成長みたいな感じですかね。そんな感じですかね。あ、歌うか。まあ自分ではちょっとわかんないですけど、うん、まああるとは思うんですけど、実感もないし、わかんないですね。そうだよ、ね、日々暮らしてるってだけだもんね。うん、そんな高瀬さん。うん、まあ僕も同じくですね。そうだね。でもまあ多分10年っていうのが別に多分あんまり関係ないですよ。そうそうそう、そう思うよ。うん、今日より明日が良ければいいんじゃないでしょうか。今日より明日。はい。
感じです。じゃあ次、スペインから、ペンネームラベンダーさん。ラベンラベンダー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 。自分たち、がもし猫に生まれてたとしたら何猫だったと思いますか。俺、なんだろうな、ライオンガオン。うん、もういいよ、ライオン。はいはい、誰か猫。僕は猫が苦手ですね。アレルギー。猫アレルギー。そうです。初めて知った。そうなんです。だから猫とか言われても考えられないんですけど別に猫になって今度は猫アレルギーの人を攻撃したい。そうか、そうなんです。それだって誰かそうな、直樹さんは何猫って何か分かりますかね。三毛猫ぐらいしか知らないです。その三毛猫がどんな猫かもしれないです。ああ、三毛猫ってでも、なんで三毛猫なんだろう。 3種類ぐらいでよくあるんだろうな。まあまあ、こうじゃん。まあ、ドラえもんですかね。ロボットですよ、うん、結構。はい。ドラえもん結構日本には多いですよ。そうだね。はい、まあ、じゃあ、まあ、みんなドラえもんいいんじゃない。もうラベンダーだろ。はい、次、ニカラグアっていう土地があるんですかね。国なんですか。もうペンネームソフィア、うん、エロそうな名前です。ソフィア。どんな気持ちでステージに立っていますか。ステージに向かうときにどんな気持ちで貴様らはいるんだと、偉そうにいるんだと。まあ、僕はもう一期一会、日本にはそういう四文字熟語という素晴らしいものがあって、あれ何でしたっけ、一期一会あの映画でありましたよね。そんなんですか。なんかずっと走ってるやつ忘れましたけど、そんな感じで、立っております。直樹さんは、まあ、なんかむき出しな感じですかね。むき出し、そう、そう、まあ、まあ、なんか、やっぱこう、いつもと違う自分というか、気合いですわ。気合いさん、気合いさん、気合いさん、こう、こぼすき気合いさんは。そうですね、まあ、コンビニジュースを買いに行くと同じような感じですね。というのは結構、まあ、リラックスしていつも通り。おお、当たり前のようなものですか。じゃあ、パパさん。僕はずっとウルトラソウルです。ウルトラソウルって何なんだろう。超魂、ね、超魂、超魂。魂の声のことです。はい、じゃあもう次行きまーす。ペンネームユネス、ユネス、ユネス。もし、もしですよ、無人島にこう漂流しまして、無人島にまあ行くとしましょうかね。その中で、限定しますけど、お酒、ワイン、ビール、ウイスキー、どれを持っていきますか。まあ、どうでもいい質問なんでしょうけど、何にしましょう。まあ、ビールだね。ビール、ビール。これさ、でもさ、考えたのよ、俺も。キンキンに冷えてればビールだけど、その前の物語を漂流しちゃうってことは、なんか長い時間で、なんか無人島って暑いとかそういうイメージあるじゃない。で、まず電気がない。電気もないし、だから常温で、そうだから常温だとワインなんか熟成されてるじゃないですか。どうも、いやもうこれは確実にウイスキーですね。ウイスキー、ロベルト本物的なというか、まあやっぱあれ濃いんで、ああ、チリチリ楽しめる。
ワインなの、なんでかって言うと、なんか体に良さそうじゃないっていう、不動の、これで飲む。いや、もう酒好きの方ですかね、ウイスキー。そう、俺はウイスキーだから。ここに飲まないって書いてあるんですけど、死ぬとも書いてあるんですけど、うまい。こんなことも合ってないと思う。じゃあまた、次じゃあ、いきます。ドイツのペンネーム、スタミラ。ドイツ、うん、ドイツに関する知っているなんか話とかの中で一番気になったというか、なんか知っていることは何ですかということですか。まあ、なんか噂だとかこう、まあ、知っている情報を見つけたのか。ドイツ常にビールは飲めるのかなっていう、うん、なんか話も聞きますし、ドイツビールね、はい、うん、そう、あとソーセージ、あー、みんなソーセージね、ビールともうソーセージあればドイツって国なのかな、そう、多分みんなそう思ってる、うん、こうじゃん、こうじゃん、芋とか気にならないですか。芋、俺の初めて聞いたんですけど、芋ってあ、ジャーマンです。あれってそこのジャーマン何なのか分かんないですけど、そうなの、まあ、確かにヨーロッパだと結構芋って言ってますから、あ、そうなの、なんか向こうならではの食べ方とかがあります。あ、まあ、結構だからサッカーとかぐらいですか。あんま詳しいことは分からないです。何も噂は聞いたことないですけど、まあ、素晴らしい国だと思います。いいこと言うじゃん。素晴らしい、うん、素晴らしいっていうのも国だったなっていう噂を立てるので、テレビを返ってこいたんですね。はい、いやー、次どれ行きましょうかね。今回ツアー中に、見てみたい有名建築物とか名所とか、なんかそういうのがあれば、まああと、まあ、食べてみたいものでも、まあ、さっきのソーセージとかつながってます。エッフェル塔だったり、福行ったことあります。エッフェル塔行ったことあるんですけど、その時一緒に行動した人が高いところに苦手な人で登れなかったんです。登れますよ。登れるんですけど、その第一段階のところでもう俺怖いって友達が言い出して登れたんです。上まで行きます。あ、そういうのもエレベーターだ。そうです、エッフェル塔、まあ凱旋門とか、ああ行きたい、美術館、あれはね、絵に興味がなくても感動します。時間がないんですよ、ね、そう、今回ツアーなんかオフないから、次行きます。なんだろう、あ、どうしたの。ロシアのペンネーム、ブラド、恐ろしい。スレイヤーやスリップノットなど欧米アーティストのツーマンツアーは今後の予定にありますかって、ありますかって言われても分かんないですよ。ないよね。結論から言うとない。うん。ありますって書いてある。あ、もちろんきっといつかあったらいいなって。そうだよね、まあ、今の時点ではね、ないですよ。それはね、一緒にやれたら素晴らしいなと思うけど、そういうのもないけどね。でも、やってみたいよね。そうですね、もう打ちのめしたいよね。出て、はい、すごいことするよ。そんな、感じでしょうかね。もう、特にないんですけど、
ないですか。投げりゃもう終わるし、まあ何歳でいいな、あとはまあ行ってからのお楽しみということで、うん、そうね、まあ初の、まあ、レスゲームですね、初の海外にもなりますし、まあ、ヨーロッパ、聞いてる限りではなんか熱い国たち、国たちというか国がなんかライブも盛り上がるんじゃないかと、まあそういうなんか期待をできればこれで、まあ、日本人ってすげえんだなっていうのをね思ってたいなと思うわけで、じゃあその海外のキャッツライに向かってもう気合を入れてやってください、俺たちがいつもお前に気合を入れてやってよ、お前たちに気合入れて誰からでも、じゃあ直ってこうかね、やってやりますよ、待ってろ待ってろ、この野郎、シェー忍者忍者さらぎり忍者手剣これ動くのもう本当はもうなんか前に出てきてやってよ、ダンってもう行けたら行きますこんな感じで、もうこういう、なんだろう、この映像いつもレスゲームって結構ステージ降りるとゆるゆるですけど、もう本当ライブは覚悟しててくれくれということで、あ、待っててください。それではレスゲームでした、さよなら。